伊藤舞は日本の政治家、兵庫県芦屋市長。元芦屋市議会議員。市の公式サイトや全国市長会の名簿などの表記では伊藤舞と全ひらがなの名義を用いる大阪府茨城市出身。母親は元芦屋市議会議員の伊藤智子。芦屋市立山市中学校、兵庫県立芦屋高等学校。 帝国女子大学家政学部卒業。1999年10月、東京海上火災保険代理店に勤務。範囲大学マウイ校卒業。神戸大学大学院法学研究科政治学前期、家庭修了。2007年、アシア市議会議員に初当選。2015年に参戦。市議時代、副議長を2期歴任。2018年12月20日。 人気満了に伴う足屋市長選挙に立候補する意向を明らかにする。2019年4月21日に行われた市長選で元県議のしで党らを僅差で破り初当選した。落選したしではは4月25日、政界引退を表明した。6月11日、市長就任。2017年に成立した特例法により、 任期は2023年4月30日まで。当日有権者数78,253人。最終投票率48.69%。ありがとうございます。